いや来たか。時は4ヶ月遡ること。なんかあったね、お前が休んどるんで何だったんだ、やめとる。1時間経っても連絡も来ないし、何も返ってこもしないよね。絶対言われるだろうみたいなことするのがこの人なわけじゃん。はい、なんか すごい背景が。いや来たか。動画では何回か言っちゃっとんだけど、編集という力が消えとる。確かに確かに確かに。視聴者の皆さん、ついに大発表でございます。でも疑惑が出てたから。本日発表すごいうるさい。時は4ヶ月遡ること。なんかあったね、お前が休んどるんで何だったんだ、やめとる。でそれを発表しますみたいなんで、まあ、今日発表なんですが、どうやって発表しようか。お前の口からもいいか、こうしようか。こうした方がいいんちゃう。なんか俺がなんか言うこともねえなと思って。シャシャッと俺、シャシャッとおじさんみたいな感じで、ちょもうちょっと近いで。先ほどの下で何ですか。はい、まあ誠に嬉しいことなんですけど、はい、私たちお父さんお母さん見とるよな。見るの。お前のお父さんお母さんも見とるんだろ。あ、見てます。お母ちゃんも見てる。見よう。そう、親戚みんな見てる。マジ。はい、めでたいことに、はい、第一子を授かりまして。はい。おー、なんか言い方もすごいかっこいい。硬い。なんか第一子を授かりまして、子供できました。はい、子供できました。カメラがいるぞ。しかもまあまあだよな、もう完全に安定期入ったの。もう安定期入る。ああ、いつなの出産は。7月に生まれました。7月に。なんと7月なんと3月に。だけどまあいいことじゃん。男女決まってんですか、ちなみに。あの夏男です。男です。あ、男か。男。お前デリデリ。いやでも女の子が良かったんですよ。女の子が良かったよ。なんで、嘘でしょ。だから最初男の子がいいなって妙言ったけど、翔さんは女の子が良かった。なんで生意気になるのが嫌なんですよ、女が。じゃあ女の子が生意気だぞ。いや、女の子可愛いじゃないですか。可愛くねえって女の子。ちょっとこんなんなんだぞお前。女の子が生意気でしょ。いや、人んちの子だって女の子がいいんだぞ。あ、そういうことですかね。いや、人んちの子がいいって。他県ちの子もマジ可愛いっすね。そうそう、女の子でペペペペ喋ってくれるじゃん、はい、それたまにあるでいいんだって。毎日女がなんかどうならこうならどうならこうならって言ったら鬱陶しいぞ。両方もちろん可愛いけど、はい、で5月からは、まあ、まあ正式にはやめんけど、まあ、1年半ぐらいほんでお別れだな。そうですね、産休という名の。あ、まあ、もう嬉しいっすね。何か相談じゃないですか。だけど家に毎日おんなぞ。いや、だけど飲みに行きます。お前しょうもないな、お前子供。飲みになんか行きゃいいや、別に。今でも会社おらん、関係なくない。別に関係ない、別に家にいるんだろう。家に帰る前に。別に今でも行けるよ。今ちょっとお前が多いだろ。そナーバスやバス、そう。そう。なバス。まあ後ろ危ないで気をつけろよ。落ちてくれよ。もう一歩前で出てもいいね。なバス。言いたいだけだよ。意味も分かってない。マジで言いたいだけ。お前もう完全に真意引かれとんだ。全然そんなことないですよ。そう、いやこれお前が言ってるだけで真意引かれとんだぞ。うん、引かれとるでしょ。いやでも反抗はしますよ。反抗するって言ってる時点でもう引かれてるから。じゃあそんな別に全然関係ないやんって言っとるのがもう別に引かれてないけど、はい、いや俺も反抗しますからねっていうのはもう引かれてるだろう。だっていじめられてるやつが言うやつじゃん。なんで俺も言い返したからねとかって大体いじめられてるやつが言うやつじゃん。いや、何言ってもやっぱバーって返してるんで。そうそう、女と口では絶対勝てんだろう。だってもうそもそも話し合わなくて、そのなんかロジックで話し聞くじゃん。なんかこうでこうでこう。アホだからさ。頭悪いとかなってアホだからさ。お前が言う職業、お前旦那に向かってアホって言ったわけ。やばいよ、誰だってこうなっちゃうな。何言っても勝てるわけねえよ、こんなお前。お前お金もらっとる人にこのタイプだぞ、お前。なんでそうなったみたいなのが多いからさ。あ、どういうこと。なんでそういう風になったみたいなのが多いじゃん。例えば気になるんだって。なんでそうなったみたいなの。どういうこと、どういうこと。意味が分からん。分からん。この前のパチンコ事件の話して。何パチンコ事件の話。テラフリッソ事件は言われるのがなんて言うじゃん。だけどじゃあなんか、じゃあベトナム実習生とハイエース普段乗ってる車であれ片付けるからベトナム寮行ってくるみたいな。仕事終わってから。終わってから日曜日仕事終わりにそのままケンタロウさんと一緒に
行って帰るわみたいな。あ、もうなんか匂うな。帰るわって言っとって、はーんって言っとって、そんな遅くならんみたいな。あ、車掃除してから。そうそうそう、帰るで。でしかも俺も家帰るから早く帰ってきてって言われたの、その時ミオも。あ、どういうこと？ミオもなんかその予定がなかったから、ああ片付ける予定が。ああ、俺もう帰るから帰ってきてみたいな。あ、じゃあそれ実家行ってるとか仕事でじゃないの？仕事仕事。6時に、ああ、お終わった、帰ってきてみたいな、早く帰ってきてみたいな、俺も帰るねみたいな。ああ、鍵がなかったんですよ。ああ、そういうことな。でミオ6時に帰るじゃん。ああ、急いで帰ったのに、なんかそのベトナム料行ってくるでみたいな、そんな遅くならんみたいな、行っとったのに、なんか1時間経っても連絡も来ないし、何も帰ってくもしないみたいな。何やっとんだろうなと思って電話するじゃん。で、後でかけ直しますみたいな、押すだけのやつだったの、ショートメッセージみたいな。一番違う。そうそうそう、後でかけ直しますみたいな、それだけ押してたの。なんだこいつと思って。あの、ピッて押すやつだよな。なんで電話出れんと思うじゃん、ベトナム料行っとるだけだと思ってたから。でありえんなと思っとって、じゃあ何分後みたいな、聞いても連絡来ないなって、後でかけ直しますみたいな、後で理由は説明しますみたいな、確か言ってくれんだって。で、まあ、でも私そのなんかもういいやと思っとったら帰ってきて、でなんかケーキ買ってきたよみたいな、なんか機嫌取りしてきたなと思って何これって言ってたら、で何やってたのって聞いたら、ケンタロウくんとレイと喋ってたらちょっとパチンコ行きたくなっちゃって行ってきてとか言って。ああ、それ無事行ったんだ。でその帰って持って帰ってきたのが景品でもらってきたとか言ってきたなって。でその時点でそんな言われるに決まっとるじゃん。だってそのさ、黙って言ってさ、行ったことに対してとかじゃなくて、後から言えばいいみたいな感じで。あ、ちょっとごめん、ちょっと喋っとったらあれだでパチンコ行ってくるわって言えよと。そう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 。なんか後からそういう絶対言われるだろうみたいなことするのがこの人なわけじゃん。だから言われるんでしょって。ああ、後から言ってくるけど、ああ、でそのまず最初に言っときゃこんなまず電話も死んだろって話だよね。でも正直言ってるんだよ。どういうこと？なんでその時に言わ、あれちょっとパチンコ行ってくるわってショートメッセージが入れなかった。その時は絶対ダメって言うんですよ。早く帰ってこいって。じゃあパチンコに行くわけもないんで、そういうなんか、なんていうの、賭け事っていうの、なんていうの、そういうなんかギャンブルやらんでほしいんだよ。別にやってないって。俺だって見とっただけだもん。嘘つく。はい、嘘。はい、嘘。はい、嘘。俺やってましたってちゃんと自分で言ってました。そんな負けてないとか言って言いましたが。あれやってたよ、嘘や。そうでしょ。だからそうやって絶対言われるでしょっていうようなことをやっとるのが自分じゃん。って言われたらそうやってなんかグダグダ文句言うじゃん。撮影で言っとったよ、こっち。ほんとに？いや、子供できたらお前今でこれだぞ。子供できたらマジやばいぞ、こんなの。あ、もう逆に興味なくなるかもしれない。お前それ付き合う時も言っとったやっけ。一緒に住んだら私はもう全然お前後ろ危ないって。一緒に住んだら私絶対何も言わんとか言ってましたよ。私子供でさ、慣れてないことするから。はっ、いやいや、一人じゃなくなるからさ、あの自分じゃなくて子供が一番になるみたいな、ミオからしたら。だから翔さんにかまっとれんっていうか、なんていうの、翔さんもういいわみたいな子供になるかもしれんじゃん。みんなさって言うんだって。もう分からん、どっちから二択だ。そのうち答えが。もう子供持って大変で忙しくてかまっとれんのに、あんたちゃんと言うことぐらい聞いてよって言ってるんだって。いや、言うこと聞いてよなんて言わないし。怒るよ、ほらめっちゃ怒る。あ、めっちゃわかるやん。俺初めて気づいた、お前。いや、わかる。めちゃくちゃわかるやん。ちょっと横向いて。わからんような服着てる時。あ、マジだね。俺全然俺気づかなかった。一緒ぐらいで。あ、近いんだよ。そんな変わってないっす。いや、マジでかいから。これ何、子供の名前とか決まったの？やばい。いや、考えてるけど、やばいです、この人は。なんでなんで？カツマサって言ってきたの、最初。カツマサって何？あなたのカツに社長のカツと、嬉しくね、まあ、ちょっと嬉しいか。社長のカツと、ミッチー君のマサを。で、なんかやばいとしか言われたら本当に嫌だって言ったよ。全拒否だよ、今。性格が喧嘩するわ。性格、だから親の、お前の名前取ったらいいんじゃない？で、なんかな、親の名前を漢字はあんま入れない方がいいって聞いたことあるんだよ、うん、親を超えれなくなるみたいな。候補は一個だけです。何？あったかいって書いてたな。おお、いいね。それが一番ピンときてるんだ、調査の中では。あったかいオンも俺なんかよかったな。めちゃくちゃ優しそう。それダンって読むんだ。読むんじゃない。おおオンオンか。オンオンオンになる。これかオンって。これかオン。これ。どういう風に育ってほしいのじゃあ。まあでも好きなように僕は。うん。どんな性格がいい、キャラっていうか、どんな風になってほしい。なんかあるじゃん、その理想ってさ。まあでもやっぱ友達がと仲良くできる方がいいですね。
あーなるほどね。キャラ濃い子が言うね。だからキャラ濃い、キャラ濃い、なんかおもろい友達できんだろ、濃いと。いやなんかおもろいからこそ集まるじゃん。俺あんまできんかったあんま濃くなかったよ。避けられとったよじゃ濃すぎたね。濃すぎた、濃すぎた。勉強ができるとかよりも、まあ、別にできなくてもいいよ。あ、勉強なんかできんよって。生きとけばいいよって生きとけ、生きてくれればやっぱそういうとこなんだ。犯罪者にならなければいい残るような犯罪者ってあるじゃん。あ、それはちょっと嫌だけど、まあ、悪になってほしくないみたいな。そうそう、ヤクザになるとかちょっと。あ、こんなもんでしょうか。ちょっと子供の話よりお前の父親喧嘩の方が多かったけど。父親喧嘩じゃない。別に喧嘩っていう喧嘩もしないね、その時。まあまあまあ、いや結構消えとったけどね。いやその電話でんかったことに腹立ったんだよ。何で電話でんのか。はい、社長の皆さん、まあちょっと本当に5月何日半ばぐらいからちょっとね、またミオおらんくなっちゃって、だからもう5月下旬ぐらいの動画ではもういないんですよ。下旬ぐらいはいないんだな。1年半ぐらいちょっとあのいなくなるので、ぜひなんか あれだな、ちょっとプレゼントとかね、はい、あの生もちょっと禁止しとるんですけど、今日ちょこちょこ生も送ってくる人おるけど、子供のあれ欲しいですね、うん、何がお前注文違う子供の必要だったよとか、あのアドバイスみたいな。あ、アドバイスな。そうそうそう、あ、そういうの欲しいな。今後買い物行かなきゃいけない。あ、そうだな、うん、ぜひまた会社の方に送ってあげてください。だからライブやりたいな、これで。これ同時公開する、ライブやってよ。どういうこと、同時公開？同時公開。あげた日に？あ、これ見て、今日朝だね、今日午後からしようか、じゃあ今日の午後から、これのね、あ、ね、これの午後から、夕方。はい、ぜひまたチャンネル登録、はい、いいねもお願いします。また帰ってくる、あ、こういうの見て、あの、また1年半後帰ってきた時にまた見たいなと思う人はぜひチャンネル登録しておいてください。よろしくお願いします。せーの、また水でーす。またねー。廃棄工場だし、しかも廃棄工場。